はい、どうも、レトロゲーム大好き、アベッチでーす。ちょっとね、配線がね、かなり、仰々しいんですけども、これ見ていただいてわかりますでしょうか？何を今からやりたいかというところですね。それは何かと言いますと、このメガドライブミニ、こいつで動くのかどうかですよね。それを試していきたいと思います。ではまあ、ね、こういうアケコンを使うんだったら、やっぱあれしかないかなというところで動かしたいんですけど、まずこれ、動くのか。動いてない。動かんのか。うん、今ちょっとやってるんですけどね、これ、動かへんのか、これ動くかなと思ってめっちゃ期待してたんですけど、嘘。ちょっと付け直して、もう一回やってみます。動く気配がない。通コンだったら動く？そんなこともない。マジか。じゃあこれは？これだって動かせる？ちょっと試してみましょうか。はい、ちょっと動かしてみます。あ、動かない。わ、マジか。互換性がない。これめっちゃ期待してたんですけど、アストロシティミニはメガドライブミニのパッドで動いたけど、こっち動かない。当然、これだったら動きますよね。普通に動くんですけど。アーケードスティックは、どうやら動かないみたいです。これでスト2めっちゃやりたかったのにな。全然うんともすんとも言わないっすね、これ。ちょっと待って。これ電源を一回切って、さあ、どうだ。あー、動かない。全然動かん。マジかー。これ逆は無理なんだ。これ絶対いけると思ったのにな。ちょっとまあ、これはダメ元なんですけども、ちょっと別のやつ試してみたいと思います。はい、今度は何かというと、こちらです。レトロフリーク。まあ、これちょっと難しいと思うんですけど、一応念のためにやってみたいと思います。さあ、動くのか。さあ、動くのか。動いた。動いたけど、あれだな。十字キーが対応してないな。これでも設定次第でいけるのかな。ということは。ゲームボーイのままじゃ困るよな。はい、ということでですね、一応レトロフリークのコントローラーの方で、このボタン設定とかで画面開いたんですけども、これね、ここのボタンは設定できる可能性あるんですけど、ここの十字キーがね設定できないので、この十字キーがこの画面で動いてない時点で多分無理ですね。これ多分メガドライブミニもそうだったような気がしますので、残念ながら、レトロフリークでは使えません。ということなので、このままだと、僕が想定していた、アストロシティミニとメガドライブミニでこちらのアーケードスティックを利用するということはどうやら難しそうです。他のレトロフリークもちょっと難しいということなので、あくまでもこのアーケードスティックは、アストロシティミニ専用ということになります。いやー、これちょっと他のところでも使えたらだいぶこうね、これだけでも欲しいみたいな話になりそうな感じだったんですけども、どうやらなんか対応してないみたいですね。まあ唯一の救いは逆パターンのね、アストロシティミニをメガドライブのコントロー、メガドライブミニのコントローラーで動かすことはできたので、その使い方は OK と
いうところですね。わあ、その逆パターンができたらな、最高やったのにな、と思います。何度も言いますけども、コロンバスさん、何とかしていただけませんでしょうか、という望みを託して、この動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。阿部氏でした。バイバーイ。